はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はガチャ引いていこうかなと思います。今日引いていくガチャはこちら、料理人特集ガチャ。こちら天井の50連まで引いていこうかなと思います。今3398ルビーあるんですよね。僕はこのルビーあるならば上の限定トリコ折って30連引くのではなくて、安牌のこちら側を引くことを決意しました。もうね、これで僕はガチャ引かないと決めてるんですよね。課金はまあしたとしても、折ってガチャは引きません。はい。まあ深夜テンションになったら別ですけども。というわけで早速引いていこうかなと思います。一番欲しいのはこちら、ココですね。性能的にはこの3人の中で一番弱いんですけども、僕の好きな毒、これをぜひとも決闘で使いたいなと思う。その次、まあ誰でもというかね、今回の3人全員ね普通に優秀。この A 氏さんはクッソ回復キャラクター、サンジは友情必殺もろ最強という感じのキャラクターなんで、どれ当たっても勝ちという状況なんですけども、僕はまあ性能的に一番ここが欲しいなという感じ。キャラ愛的には全員知らないんで、まあ誰が当たってもあれなんですけども、まあやっぱりね、毒最近ね大注目しているんで、ちょっと時代が来るんじゃないかなと僕は密かに思っているんですよね。というわけで早速引いていくんですけども、30連目が無料になっているので、めちゃめちゃお得にガチャ引けるんですよね。100連目とかは引きません。だからぜひともこの50連でまあ2人ピックアップ確定枠は20連引けるんで、その10連等と被らないでほしいなと思いますね。まあ、被ったと、おお、被ったとしても、今回誰被っても結構レベル上がっても嬉しいキャラクターばっかなんで、ぜひともその辺はいいんじゃ、おお、マジ幸先よくここ抜いたか。これはめちゃくちゃいいですね。さあ、まだピックアップ20連残っております。ここで終わるっていうのも一興なんですけども、まあね、まだ一人しか当たってないから、はい。さすがにここで終わるのはダメなんじゃないですかね。お目当てのキャラが当たっても天井まで引くのがさすが実況者と言わんばかりのムーブだと思われるんで、ぜひともよろしくお願いしたいんですけども、いやマジで全員当たったら勝ち組やねんけど、 A 氏さん欲しいねんな。そうなったら A 氏さんが欲しい。 A 氏さん黄色回復キャラクター最強のキャラなんで、回復の時代が変わろうとしているんで、ぜひともそれ今後使っていきたいなと思ってるんです。何枚ですか？1枚だけ頼むぞ。ここ以外ボンと、おー、順調に階段踏んどるな。だこの動きなんかどっかで見たことあんなと思ったら、急ぎん着でしたね。はい、ラスト10連。いや、ここで僕 A 氏さん当たったら神やねんけど。50連でキャラコンプ、マジ可能性あんで。3分の1やから 33%、 半分よりちょっと下なんですよね。3枚のカードのうちの1枚が当たり、それを一発で引く。それはなかなか可能性ある。来いよ、エイスさん！ボンと！あ、でも、